はいどうも、トラさんでーす。今回は片付けの続きとしてこの東海の箱を片していきたいと思います。で、まあ片すって何をするかというと、このプラタクで売ってる透明なケースを組み立てて、それで今こっちの箱に入ってる電車をこういう風にしまっていく作業をしていきます。で、まあ今のところ東日本の箱一箱やって、西日本の一箱をやって、四国と九州をやったです。はい、ありきたりな700系です。パンタカバーが古いです。なので、まあ初期の方の製品ですね。多分ね、一番なんか変わり映えのしない回になると思うんだ、今回。はい、700系です。700系もだいぶ本数減ってきちゃったみたいね。285キロで走れるはずで、なんだけど、まあ、今 JR 東海の東海道新幹線の区間、まあ、カーブとかの問題で275キロしか今出してないんじゃないかな。でもなんか今度から285キロで東海道新幹線の区間も走り始めるみたいだね。ゼロ系です。まあこの次に話そうとしてる車両がまあ JR 東海かと言われると JR 東海じゃない気もするんだけど、まあ国鉄時代に100系の前あとなんか次世代新幹線として設計された設計っていうか、モックアップだけ作られたんだよね。が、ラジオコントロールが先なのかな、やっぱ。で、作って、で、まあ、通常品でも販売された。っていうのがスーパーヒカリで、実車は作られてないです。実車が作られてないモックアップを作ったのって後にもこれにもこれだけなんじゃない。まあリニアモーターカーはまあ一応ね、宮崎の実験船のやつをモチーフに作ってるから何とも言えないけど。はい、皆さん見えますか？スケルトンでーす。
これね、ギアボックスがね、スイッチがね、あのこの色っていうのがね、あのすごいよね。ギアボックス自体の色が違うのってこれぐらいじゃない？なんだっけ、プラレールファンクラブだかの限定品だったんだよね。よく覚えてないけど。はい、700系のドクターイエローです。このパンタグラフが古いです。なのでこれあれですね、車両キチレールセットじゃなくてドクターイエローと車両キチのセットがあったんだよね。なんか確か VHS が付いてた気がする。ゼロ系です。金型新しい方です。この金型新しい方のゼロ系だから多分あれだよね、あのプラレール箔だよね、きっと。L0 系でーす。フェイコンでーす。なんかね、フェイコンもね、あのこううまいことね、あの口笛とかでね、高い音をね出すとね、走ったり走んなかったりするんですよ。あとはあれで売ってるね、山梨リニア実験線の、見学、リニア見学センター。昔、日社夢工房で、出し、フェイコンじゃなくて、普通の新メカの動力で出してたんだけど、日社夢工房も、今、プラレール売ったりはなくなっちゃったんで、系です。吸動力です。ライトなしです。やっぱでもプラレールのゼロ系といったらね、頭が光ることに定評があるよね。ゼロ系です。ライト付きです。さて、この箱ほぼほぼゼロ系しか出てこないんじゃないか疑惑を今僕はひしひしと感じてるんだけど、
まあね、JR 東海ってほぼほぼなんか全部同じような車両ばっかなのもまあわかる。いろんなメンテナンスとかしやすいだろうし、他に車両の移動してもまあ問題ないし。全部佐伯さんに見えるし。ディーゼルエンジンも佐伯さんみたいなね。はい、青頭でーす。ライトはついてません。か、この青頭も結構販売期間短いみたいだね。僕が多分初めて旧動力を買ったのはこの青頭の光ですね。で、プラレールのすべてで、まあ、これ発売期間短いんだラッキーぐらいな感じで、小学生ぐらいの時なんだけど、その時かな、往復プラレールの存在してたの。多分それでね、プラレールのすべてを見た時が、往復プラレール買ったはず、買ったじゃない、初めて知ったの。はい、100系です。ボロボロです。まあボロボロなんだけど、特筆すべきがこのスイッチというか、まあギアボックスが濃いグレーで、一番最初の新メカになった後の2スピード新幹線スピード切り替え機能がついたのがこのギアの色が最初です。100系以外でこのギアの色いいのかな。クエコンの L0K です。クエコンとかあとマスコンとかさ、上にスイッチがついてないけど、ちゃんと背面のスイッチ切るとクラッチが切れて手転がしでちゃんと遊べるようになるの、あれポイント高いですよね。よいしょ。この東海の箱結構やっぱきついね。喋ることがねえや。BGM をお楽しみください。違うか。朝霧です。屋根塗ってあるんで黒板です。屋根っていうかパンタグラフか。もともと製品で売ってた時は確か塗ってなかったはずで、で、プラレールの日復刻になって、まあ、やパンタグラフ塗られるようになったはず。ロケアは頭でーす。
はい、リニアモーターカーです。これがさっき言った鉄道総研の宮崎の実験線で走ってるやつをモチーフにしたやつ。車輪が透明です。今それこそマグレブ式っていう方式で U の字の間に車両が入る方式が、まあ、今山梨の実験線、まあ、L0 系とかと方式なんですけど、この頃はあれだよね、 T 字型の、名前まではちょっと分かんないんですけど、T 字型のガイドレールになんかこうカポッみたいな感じの実験車だったけど、まあどうしても車内のねスペースがあんま広く取れなくて、それこそなんかあれぐらいしか乗れない、2、3人ぐらいしか乗れない。はい、0系吸動力です。これバネです。で、電気の配線が来てて、で、こっち側の車両側にライトのユニットがついてて、このバネで接点になって電気つくやつです。まあこの方式はね、とにかくライトつかない時が多いうまくライトつかないんですわ。はい、700系のドクターイエローです。パンタカバーが古いんで古い方です。自動乗り換え機についてる700系はまたちょっと違うんですよね。パンタが新しいというか、なんでこれもパンタが古い。ドクターイエローも今後700系じゃなくなっていくのかね。700系ってやっぱり加減速度が低いから、低くはないんだよね。だいぶ普通の電車に比べると高いんだけどさ、N700 と比べるとやっぱり低いから、北海道新幹線ね、コンセント全部の席につけてほしいよね今N700 は窓際にしかついてなくて、700系に至ってはついてないじゃん。東の新幹線に乗ると全部の席についててさ、こないだ日立に乗ったらそれもついてたからさ、びっくりしたよね。やっぱ今後コンセントと Wi-Fi っていうのは車両に求められるんじゃないかなと思います。0系です。飛
行機みたいなね、機内食のサービスとかあってもね、面白いんだよね。はい、ゼロ系です。はい、というわけで、今回だいたい半分ぐらいになったんで、今回はここまでにしたいと思います。まあ、見ての通り次回もこの東海の箱を片していくのでお願いします。では、以上です。バイバーイ。